こんな渋滞してんだ。ねえ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 。左曲がっちゃうかな。え？左曲がっちゃうかな。左曲がってなんかあったっけ？ワークマンとこか。そうそうそう。要はあそこか。うん。っていうのは裏道的な。あんま変わんなかったりして。変わんねえか。でも夜あそこは危なくない？そうなんだよね。うん。だからやめな。はい。事故るぐらいならこっちの渋滞巻き込まれてる方がいいよ。どうしたの？なんで？で、あいつのほっぺを全力で全力でねじってやろう。これもいける？ちょっと待った方がいいくらい詰まるよ、それ。いけるね。ゼッペ P 君、ピーヤー君ステージ、 T 君ステージ、ピーヤーク、ピー君ステージ、アークとか名前じゃダメだったのかな。アークの方がかっこいいじゃん、名前。真正面から見るピー君ってすげえなんかブサイクだよね。マジで落ちてきそうで怖い、これ。腹出てんじゃん、お前とそっくりじゃん。これさ、どう見ても初め、初見パックマンだよね、目が。まあパックマン、でも大丈夫だよ、これナムコ系列店だったし、隣。でも出てる。ピー君もナムコなのかな。関係ないって書いてあったよ。じゃあこれダメじゃん。うん。ば無駄に光り輝いてるよね。痛いって、うん、何どうしよう、何痛くないのに痛いっていうのはちょっとおかしい。プンバカバカ、プン眠気覚まし、まだ寒いよ。なんでだよ、ブサイク。運転、うんこ。じゃあ携帯いじんないで、それ捕まるよ。いじってないよ。いじってんじゃん、そうやってんのもうアウトだよ、そのついてる時点で。これはこれで運転してるんだ。うるせえねえ。これで運転できたら面白い。捕まらないと分かんないんだよ。これまっすぐでこうやってピーって、あーいいじゃん、ピカ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 ザウルス。ほら普通のトラックじゃねえかよ、バカ。いや、なんかの車両は、あーレッカー、レッカー車か、ばっちゃんレッカー、そうなんだからか、入れる、ばっちゃんレッカー。じゃあ、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 これ右に行きたいの、もしかして。違うでしょ。いや、右に行きたかったんじゃないの。違うでしょ。いや、来たかったんじゃないの。知らない。右車線の方チラッて見たけど。あ、そうなの。あ、いや、わかんない。今後ろに来たんだったらそうじゃない。ほら、やっぱ右に来たかったんじゃん。あ、ごめんね、わかんなかった。あれ行くんかと思ってさ、さって。いや、あの状態だったら右かなと思ってずっとウィンカー出してるから。バカ野郎のババア。スタートでもお前そういうとこあるじゃん。え？スタ？うん、スタートでもそういうとこあるじゃん。バカちゃん。ああ、乗用車が来ちゃったよ。この車なんで埋めちゃったのかな？来ないと思ったのかな？それはちょっとバカだ。うん。全然動かねえじゃねえかよ。もう一台来たよ、車が。埋めちゃったね、おじちゃん。やっちゃったね、おじちゃん。イミグラの跡地何でいいんだろう。すっげえ気になる。なんか右行きたいのか。さっきのあれじゃん。
子供の時にやってくれたさ、手の上にこうやって顎のせてねの可愛かったな。いや、大人になったらあんまやんなくなっちゃったね。邪魔くせえって思われたんだろうね、手がやっぱ寝づらいとか思ったんじゃないの、大人になって。子供の頃はどうしても甘えん坊ちゃんだから。混みすぎだよな。足の上とかもね、顎乗っけて寝てたよね、よく。うちたまにやられるけどね。ほんと？うん。ああ、混みすぎでめんどくせえ。特にやってくるのに、お留守番の日の夜とか、密着度合いが半端ないよ。なんかストーキングボーイになっちゃう。ここめんどくせえな、毎回。どの時間通っても渋滞してそう。こういう時に事故が起きるんですよ。あ、そうだな、うん、まず疲れるもん、これ居眠りとかしちゃうんだよ。そうね、これはしんどいよ、これ居眠りで追突しちゃうんだから。特にこのこれ大丈夫、うん、ずっとまっすぐ行くし。しかし毎回渋滞ひどいよね、ここね、うん、何でそんな渋滞するのか知りたいわ。電気毛布の大きいやつ買わなきゃ。ニトリ見るたび思い出す。ニトリだってよ、町田の、うん、町田のニトリはちょっと狭い。まあしょうがない。さあ、ふと売った商品のことをさ、その買ってくれた人のもとでちゃんと利用されてるかなって、なんか我が子のようにふと思う時ある。Google のトレーカーとか大事にしてくれてんのかなとか、転売されてたりして。転売はもうその時はその時って感じ。そろそろ休憩しませんか。どうしたいよ。転売はされないと信じて、こう本当にファンの好きな人の元に行くならそれは本物だ。せーあんな取れたで5、6000で売れるのも本当恐ろしい人たち。ギリギリ危ねえ。見てみんだろうな、イミグラート氏。ちょっと待っておくか、うん、この人は大丈夫だよ。鳴らされるかも。
左行ってもよかったね。うん、もうそう思った。行っちゃうか今。平気？いや、やめた方がいいよ。絶妙な位置だ。大丈夫、歩行者いないね。ここで疲れる。そうだね。なんだかんだ渋滞が一番疲れるよ。そうだ。体力持ってかれるもん。集中力持ってかれるからね。